よろしくお願いします。伊勢物語前段動画講義。今日はその第38回目です。私は愛知教育大学の田口久之と申します。タイトルは、玄人読者限定の暗号のような文体というものですね。取り上げますのは102から106段です。この伊勢物語前段動画講義は全部で43回を予定しておりまして、その予定表はですね、伊勢物語前段動画講義で検索してみてください。出てまいりますんでね。ご覧になっていただければと思います。そしてまあ、その予定表をご覧になっていただければですね、わかりやすいかと思うんですが、前段動画講義、43回もあるもんですから、全体を10のブロックに分けています。で、前回が第8ブロックの総集編でした。で、今回から第9ブロックに入ります。第9ブロックというのは、今回、次回、次次回とね、3回分けて話していきます。そんなブロック分けなんかもね、予定表をご覧になると分かりやすいかと思いますので、まあ、ぜひ見ていただきたいなと思います。あとですね、予定表と並んで私がいつも言ってることがあります。伊勢物語のね、読み方についてです。私の読み方は、つなぎ読みという読み方です。つないで読むってことですね。商談と商談を積極的につなぎ合わせて深読みを仕掛けていくというものです。まあ、いわば攻めの読みをね、行っているわけです。で、そういったつなぎ読みということをやるもんですから、とにかく、商談と商談のつながりをね、皆さんに意識してもらいたいんです。だから、毎回毎回取り上げる商談の話をするのではな、だけをするのではなくてね、今回で言うと102から106段、を取り上げるんですけれども、それだけの話ではなくて、102から106段の話をする前にですね、102から106段を含む、ある程度広いつながりを見渡そうと思っています。まあ、第8ブロックのですね、96から101というね、まあ、第8ブロックっていうのは本当は88段から始まって、101段で終わるんですけれども、その、ね、第35回から、35回と36回で取り上げました、96から101段、ね、第35回と36回、まあ、前々回にあたりますけど、そこで取り上げた、96から101段、を見てですね。さらに、第9ブロックというのは、102から114段まであるんですけども、102から114段も見渡す、ね。まあ、つまり96から114、96から114というね、ある程度広いつながりの中に、102から106段を置いて、どういう位置づけにあるのかということをね、まず皆さんに把握してもらいたいなと思います。ねそんなところかな。うん。じゃあ、そうね、見渡すところから入っていきましょうか。これがですね、第8ブロックのその35、36回の部分を含めてね、こっちに書いてあるんですね。書いたものですね。35回というのは96から98段。から、36回が99から101段を取り上げまして、そして、前回のね、第37回で、総集編を、第8ブロックをね、88から101段の総集編を、まあ、話しました。ね。まあ、詳しいことは、第8ブロックのね、前段動画講義の方を見ていただきたいと思いますが、簡単に言いますと、96、97、98、ね、99、100、101という風に、矢印が打ってありますね。最初の方がストレスの蓄積。で、その次の方が八つ当たり的発散というものですね。99が、ちょっとね、小さく書いてあるのは何でかというと、100段の前置き、として考えているので、まあ、メインは100ということでね、100、
ちょっと小さめに99は入って、書いてありますね。96から97、98。99、100から101。まあ、実質100から101というね。これでストレスが蓄積されたところから、八つ当たり的発散に至るというね、ことを言いました。で、八つ当たりしてもストレスは発散しきれてないというふうに、この青い字のところで書いてありますね。今回、第9ブロックに入るにあたって、八つ当たりしてもストレスは発散しきれてないということをね、押さえておく。置くことがすごく重要だなと思います。なんでかっていうと、ストレス発散なんていうとね、本当に発散されちゃったような風に思う人もいるんでね。まあ、こう精神的なね、こう負担、それをまあストレスと呼んでるわけなんですけれども、そのストレスは第8ブロックで別に発散されてませんよっていうことですね。なんでかというと、今回取り上げるとこね、ちょっとご覧いただきたいと思うんですけれども、緑色の蛍光ペンご覧ください。まずこう今回取り上げるとこね、ストレス蓄積って書いてありますよね。そして、これは次回のところですけども、やっぱりストレス蓄積って書いてありますね。ストレス蓄積って書いてありますね。で、これは次回ですけれども、八つ当たり的ストレス発散だがって書いてあります。このストレス発散ももちろん、発散しきれません。というよりは、むしろ、逆にね、ストレスになっちゃう。ストレス発散うまくいかなかったんですよ。だから、まあ、ストレス溜まるわけで。ストレスということがね、第9ブロックにも、まあ、ずっと続いていくということですね。これ非常に大事なところです。だから、第8ブロックのストレスもね、引き続きね、こう、あって、その上にまた、こう、重なっていくっていう、ストレスが重なっていくっていうね、蓄積していくっていうふうな、ふうに繋いで読んでみたいなと思います。そして最後の最後で、八つ当たり的なストレス発散が114段であるんですけれども、これは97、98、101とは違うんだよということです。ストレス発散、八つ当たり的な発散なんだけれども、こう見てくださいね。ピンク色の蛍光ペン。絶妙なバランス感覚があり、大事に至らない。絶妙なバランス感覚があり、大事に至らないというふうになりました。ね。でも、第9ブロックになると、ほら、八つ当たり的ストレス発散だが、すれすぎて、ね、さらに進んでしまって、絶妙なバランス感覚をなくすんですね。第8ブロックには、バランス感覚が、絶妙なバランス感覚があったけれども、第9ブロックになると、それをね、なくしちゃってるっていうことですね。それはすれすぎてということなんですね。ストレスがね、もうどんどん溜まって、で、伊勢物語っていうのは、後半斜陽編だって僕、よく言ってますけども、その斜陽編のね、その、斜陽な具合がですね、どん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 、ひどくなっていって、で、絶妙なバランス感覚さえもなくしてしまうという、そういうつなぎ読みをね、したいなと思っています。はい。それでは第9ブロックね、今回やるところから入っていきましょうかね。はい、第9ブロックに入ります。今日のタイトルは、クロート読者限定の暗号のような文体という、何のことやらよくわかりないようなお話ですが、タイトルですが、クロート読者限定ってどういうことかっていうと、素人読者では、わかんないよというような、そういうものになってるんだと。ね。暗号のような文体になってるんだから、クロートにしか読み解けないというふうになってる。これ、でもね、言い方変えればね、こういうふうに、クロート読者限定ってなってると、これ読者としては楽しいですよね。俺はわかってるよ、みたいな。自分はわかってるよ、みたいな。そういう風になって、よりね、伊勢物語との一体感を増してきますよね。まあ、そんな風になっていくということですね。ちょっとね、額面通りに読めない、ちょっとじゃなくて、額面通りに読んだらまずいんですよ。そういう風になってくる。これもやっぱりね、伊勢物語が、どんどん進んできて、こんなね、
こう、見桁になるような、ところまで進んできたんでね、こういう風になってるんだということです。まあ、こういうちょっとね、難しい、伊勢物語の商談を今日は読んでみましょう。で、さっきも言ったように、ストレスは相変わらず溜まっていると考えましょう。ね。で、もう一つ重要なことは、キルイ結婚編のとこね。すべて哀れな主人構造を補足って書いてます。103と105が、102、104のね、このラインを、まあ、補足してるっていうふうに取るんですけど、もちろんここもね、すべて哀れな主人構造。ね。特に104段ね。すれて哀れですね、そんなところを、こう、まあ、見てみましょうね。106段は、まあ、すれて哀れって感じはしないんですけれども、でもやっぱりストレスは、ここで溜めてるだろうなということは想像できますね。はい。こんな内容を今日話していきます。で、102、104がね、元西宮街って、元西宮街。伊豆の宮とか西宮とも言いますけどね。これはまあ伊勢物語の中で、このね、二条の妃、藤原の高い子と並んでね、まあ印象に残る、主人公の相手ですね。女の人ですね。はい。まずは102から104というラインがあります、ね。それを補足するように103、105があるということですね。で、102段なんですけれども、102段というのは、ちょっと面白い役目を果たしているんですよね。次段、次次段、つまり、103、104段で、齟齬を引き起こす。前置きとなる。齟齬を引き起こすってどういうことかというと、102段で変えてあるのに、103段と104段、あれ102段に変えてあったけど、違うじゃないっていうことになるわけですよ。102段は、103、104段とね、齟齬を引き起こす、こうね、前置きとして機能してる。だから、こういう混乱もですね、これ、伊勢物語の成立段階が不統一だとかなんとかそういうこと言うんじゃなくって、これもね、クロート読者限定のね、素人さんにはわかるまいがというような、そういうですね、ケムに巻くような、そんな、まあ、暗号のようなね、仕掛けだというふうに読んでみます。103、104に至って、102のね、ある部分が、あれ違うじゃないっていうね、うん。だからやっぱり繋ぐってことが大事ですよ。ね。102、103、102、104っていう。こういう繋がりってね、やっぱり見とかないとこんなことはわかんないよね、うん。そうですね。はい。で、まあ103、105が、フォローしてるね。すべて哀れな主人公。この103、105っていうのは、元西宮が相手ではないんですけどね。違う人が相手なんですが、その、主人公像、すべて哀れな主人公像を、まあ、補足しているっていうね。そんな感じですね。うん、で、この、元西宮が相手シリーズの次に、106段があると。106段の相手は誰かっていうと、相手っていうか、まあ、ここで思い出すべき、女性は誰かというと、二条の妃、藤原の高い子ですね。元西宮が出てきた。じゃあ、二条の妃はどうかっていうふうになる。で、それが、より難度の高い暗号として伏せられる。より難度の高い。これね、106段見ただけでね、二条の妃っていうのはね、本当に知ってる人じゃないとわかんないと思うんですね。これかなり深読みして、私はこういうふうに言ってるんですけれども、これもね、暗号だというふうに読んでみてはどうかなというふうに思います。そうするとね、ここが、面白くなるよっていうことですね。はい。で、それが終わって、次回はどういう話をするかというと、やがて当事者として悩むことにとありますね。ここ見てくださいね。傍観者的、当事者的。ね、こっちがね、傍観者的。こっちが当事者的というふうになってます。まあ、最初はね、傍観者的で、こう、自分がね、こう、ストレス溜めるということはなかったんだけど、それがね、まあ、我が身のことというふうになってくるので、ストレス溜まっちゃいますよと。で、1、2、3というふうに、ね、3段階で、まあ、それぞれ見ていくと、こう、
あ、より悲惨な話になってるんだな、ということがね、わかるかと思います。こんな風に並べてみましたね。107、108、109。で、110、111、112、113というふうにね。まあ、細かいことはね、次回言おうと思います。傍観者的から当事者的にね、ストレスが蓄積するということですね。はい。で、自治会ね、第9ブロックの最後114段です。さらに資産でバランス感覚をなくす。さらに資産でバランス感覚をなくす。先ほどの第8ブロックのですね、第8ブロックで言いますと、97、98、101がね、ストレス発散。八つ当たり的ストレス発散の商談でした。まあ、それと対応させてね、繋いで読んでみると面白いなと思いますね、114段。97、98、101、97、98、101の頃には、絶妙なバランス感覚があり、あったんですけどね。絶妙なバランス感覚があったんですけれども、どんどんね、斜陽変が進んでいって、で、擦れ方がね、ひどくなっていく。だから、絶妙なバランス感覚なくなっちゃう。で、結果ですね、帝を怒らしちゃうんですよね。97、98、101っていうのはね、大事には至らなかったんですよね。絶妙なバランス感覚のおかげでね。やっぱりこう、ダメになっていって、結果もやっぱダメだ。ね、ダメになっていって、絶妙なバランス感覚なくして、で、まあ結果もダメだというね。そんな風にもうどんどん斜陽変ね、こう、暗くしていきたいなという風に、そういう風に読んでいきたいなと思います。実際そういう風に読めるってことですね。いや、伊勢物語やっぱり繋いで読むと面白いですしね。繋いで読まないということがいかにもったいないかということをね、分かっていただければいいかなというふうに思います。はい。八つ当たり的ストレス発散ですけれども、擦れすぎて絶妙なバランス感覚をなくしている。これが、第8ブロックのね、97、98、101とは違うところである。で、結果も、ね、相手を漏らしちゃうんですよね。大事に至っちゃうんですよ。まあ、こんな、ところでしょうか。これをですね、まあ、第9ブロック、話していきたいなと思います。では、102段から、詳しくね、見ていきたいと思います。昔、男ありけり。昔、男がいた。まあ、主人公ですね。歌は読まざりけれど、世の中を思い知りたりけり。と続きます。歌は読まなかったが、男女の仲というものをよく知っていたというわけです。主人公のモデルは有原の成平です。ね、歌人として有名な有原の成平で、そして今まで散々歌を読んでまいりました。それが、歌は読まなかったかとはあります。これは嘘です。これ見てくださいね。嘘、あるいは暗号いろいろって書いてありますね。歌は読まざりけれど、なわけありません。ね、主人公が歌と無縁なはずはありません、ね。前々回思い出してください。101段です。元より歌のことは知らざりければってありましたね。これも、今回のとね、よく似てますね。主人公歌と無縁なわけないですよ。ね、まあ、二つ揃ってるんでわかりやすいですね。はい。わざと言わずに裏を読ませるってことです、ね。つまり、玄人読者か否か、試しているというふうに読めますよね。はい。で、次行きます。世の中を思い知りたい系ってです。で、こっちはね、額面通り受け取りたいですね。男女の仲というものをよく知っていた。ね。うん、その通りでしょうね。素人読者だったらね、混乱するかもしれませんけどね。はい。でね、世の中っていう言葉、ちょっと見てください。これ辞書で調べると、世間っていう意味。がありました。そして、それよりは限定的にね、男女の中だけにこう限定した、意味もあります。102段には、世の中よというふうに、こう、3回出てくるんですよね。私はこれ3つとも、今回は男女の中の意味でね、読んでおきます。はい。男女の中を、というものをね、よく知っていた。ね、主人公は。よく知っていたと。で、その次行きますが、当てなる女の尼になって、世の中を思い運じてとあります。高貴な女が尼になって、つまり男女の中に役がさしてというふうに訳しました。
高貴な女が尼になった。つまりそれは、男女の中に嫌気がさして、出家したんだとね。出家後に嫌気がさし、男女の中に嫌気がさしたというふうにすると、うん、それは変ですよね。うん、尼になって、男女の中、そしてその後、まあ、ね、男女の中が嫌になるっていうのもね、変なので。まあ、これ、ね、世の中を男女の中で訳す場合は、ね、出家して、で、まあ、その出家の原因が、まあ、男女の中に嫌気がさしたことなんだというふうに読みますね。ここに書いてあります。で、今日にもあらず、遥かなる山里に住みけ。今日に住まず、遥かな山里に隠居したというわけです。元氏族なりければ、読みてやりけ。ね。もともと親族、親類、ね。親類だったので、歌を読んでやったというわけですね。この相手というのは誰かと言いますと、この商談のね、次のところで歌があって、歌の後に都南言いやりけるとあって、その次に、五木の宮の宮なりってありますね。元氏族、親類で、元西宮ということになると、まあ、この人ですよね。はい。これは主人公のモデルです。つながっておりますね。はい。第23回の69段が、有名です。第23回の69段が有名ですね。伊勢物語の中で69から75っていうのは、西宮伊勢関連のね、商談が、連なってるところです。その中でも、まあ、69段が有名で、これね、この人との、主人公の、と、この人とのね、密通事件がね、描かれるわけなんです。で、ちょっと考えてみたいのは、それ、非常に有名な話でね、大きい話なんだけれども、その、第23回の69段の密通事件にね、触れてないですよね。世の中を思い運じて、男女の中に嫌気がさしてというところね、男女の中、69段のことも関連してるでしょうね。うん、もう関連してるんじゃない、が関連してるでしょうね。が、引き金というか原因になってるでしょうね。それに、ね、あまりにも触れて、ない、なので、これ暗号として読んだらどうなんだということです。69段に関してね、あまりにも触れてないんで、これも暗号だというふうに、ね、この暗号だらけなとこなので、そういう読み方も可能になってくると思うんですよね。つなぎ読みっていうのは、深読みを仕掛けていくものですから、こうやってやるとね、何のことはない102段をね、すごく楽しめると思うんですよね。はい。で、ですね、歌があります。どんな歌かと言いますと、背くとて雲には乗らぬものなれど、世の浮きことぞよそになるちょ。背くとて雲には乗らぬものなれど、世の浮きことぞよそになるちょ。世を背き甘になったからといって、世を背き甘になったからといって、雲に乗る仙人になるわけではないですが、雲に乗る仙人になるわけではないですが、それでも男女の中の嫌なこととは無縁になるということですね。それでも男女の中の嫌なこととは無縁になるということですね。今はどんな感じですか？で、今はどんな感じですかという、まあ、ちょっかいを出した、ね。そんな歌ですが、探りを入れたということなんですけれどもね。でも、最初のところに、世の中を思い知りたりきり、男女の中というものをよく知っていた、という、男女の中はよく知っていた、ね。そういうことを考えると、このね、世の浮きことぞ、よそになるちょ。これもね、無縁になる、ということですね。本当に無縁になったのかな、どうなのかな、っていうね。うん、本当に無縁ですか？今どんな感じですか？
これ、世の中を思い知りたいけれど、すごく結びつけたいですね。そして、最初に言ったようにね、この、103段が補足する。すれて哀れな主人公像。ね。ここのところね、102段、なんか、ナンパで擦れてるっていう風に、ここだけではちょっと難しいんだけれども、103段が補足してるとすればね、言えると思うんですよ。そして、102段の内部だけでもね、世の中を思い知りたりきりというところとの、まあ、を積極的につなげてね、で、男女の中、の嫌なこととは無意になるということですね。いや、本当にそうかなーって探りを入れてるね。本当にそうなんですかっていうね。このところになんかいやらしさみたいなのをね、感じ、取りたいですね。はい。と、なん言い合いける。で、まあ、その相手は、五木宮の宮成。ね。相手は、西宮だった皇女です。というわけですね。まあ、こんなのが102段なんですが、ちょっと注目ポイントをね、言わなきゃいけないところがあります。ここでも言ったんですけれども、ここでも言ったんですけどね、見てください。次男次男で祖母を引き起こす前置きとなる。というふうに102段のことを言いましたね。どういうことかというとね、103段、104段の情報と食い違うことが102段で、書いてあるんですよ。つまりね、ここはの、102、103、104続けて読むことが大事だってことですよ。ね。これ見てください。祖母を引き起こす。赤い字で書いてますね。103、104への布石。ね。前置きってことですが、主人公、世の中を思い知りたりきれてますね。世の中を思い知りたりきれてね。男女の中というものはよく知っていた。これ世の中を思い運じて、ね。元細部、相手ですね。男女の中に嫌気がさしたという。ことですが、それにしては、ね、主人公、次、意図豆に実用にて、あだなる心なかりけ、ね、もう実直で、ね、真面目、真面目で実直、ね、浮気な心、ナンパな心、なんてなかったんだっていうね、軽薄な心なんかなかったんだよっていうわけなんですが、そんなことは、ないですよね。ここに書いてあるね。世の中というものを思い知っていた。ね、それにしては、なんか、こんな堅物みたいなのは、変ですよね。これから次、異なることなくて、尼になれる人ってありますね。いよいよ、世の中を思い運じて、尼になったんじゃないのかな、っていうふうにね。読みました。ね。そうすると、このね、特別な理由もなくて甘になったっていうのがおかしいですよね。祖母を引き起こしてるわけです。ね。祖母を引き起こしてる、ね。はい。こういう、まあ、あのね、102段というのは、それ自体も暗号があります。ね。元より、ごめんなさい、歌は読まざり程度とかね。それから、まあ、69段についてね、あまりにも触れない、あまりにも触れなさすぎる。ね。この辺暗号だと思われるんですが、次の段、次の段の、暗号をね、生かすための、布石、前置きにもなっているということね、大事なところだと思います。はい。続いてですね。103段を読みたいと思います。昔男ありけり、意図豆に自治を見て、あだなる心なかりけり。ね。さっきありました通り、ね、昔男が言ってんで、とても真面目で実直で、あだなる心、ね、軽薄な心、ナンパな心、ね、浮ついた、浮いた、心、ね。そういったものですよ。ね。ナンパな心なんて、なかった。深草の帝になんつこう祭りける。深草の帝というのは、任命天皇のことですね。天皇にお仕え申し上げていました。心誤りやしたりけん。心得違いをしたんだろうか。心得違いをしたんだろうか。巫女たちの使いたまいける人を愛言えりける。巫女たちの、神皇ですね。
神王と書いて、巫女と呼びますね。巫女たちの使いたまいける人、ね、巫女たちが召使っておられた人、まあ女ですね。これまあ特別にね、目をかけていた、寵愛していたんだろうというふうに、ね、取る注釈書があって、私もそう思います。これはまあ特別に寵愛している女でしょうね、巫女たちがね。を愛イエリケル、そういう女と年頃な仲になってしまったと。これね、糸豆に実用にてあだなる心なかりけりってあるけど、とても実直で、あ、真面目で実直でナンパの頃なんてなかった。で、それがね、神野たちが寵愛していた女をね、女と、まあ、年頃な関係になると。ねえ。これは、なんか、不真面目というか、まあ、ここの、糸豆に実用にてあだなる心なかりけるっていうところが、これはやっぱりね、暗号だというふうに読むべきだと思いますね。これね、はい。前の段のね、世の中を思い知りたいけりというのとも関連させられますよね。うん、前の段ではね、男女の仲というものをまあよく知ってたと。で、でもこうなると、まあ、とっても真面目で実直で、ナンパの頃なんてなかった。ね、うん、なんか堅物みたいですけど。で、一応心得違いをしたんだろうかなんていうふうにありますけど、これもわざとらしいですよね。つまり学面通りに取っちゃいけないんですよ、ここ。糸豆に実用にて。学面通りに取らずに、まあ、暗号と読んだらどうかなと思いますね。うん、でね、思い出してほしい商談があります。第1回のですね、2段、第1回の2段に、かの豆男というふうに主人公が出てまいりました。かの豆男。2段なんて言ったらもうね、本当に出だしの頃ですよね。主人公、駆け出しの頃です。その頃は本当にね、ウブで真面目だったんですよね。これは本当に豆男だったというわけです。ところがこの、偽物語写用編になってきて、103段に糸豆に実用だと。豆が出てきましたよね。これ、2段のところは本当に真面目。で、103段のこの、なんか、置いてね、こう、すさんできた、主人公は、の、に対してね、この糸豆っていう、この豆の、この、嘘の匂いというのかな？真面目な感じがしますよね。落差を読みたいです。2段の豆。と、103段の豆、随分変わったもんだなということですよね。はい。糸豆に実用にてあだなる心なかりけりっていう、このなんかね、なんか強調の仕方、これも嘘っぽいですね、これね。出しゃばりな人が、いやー、僕は内気でとかね、内向的でとか、言うと笑い取れるじゃないですか。それに似てますよね。まず、とっても真面目で実直で、ナンパの頃なんてなかったって。で、ね、一応、まあ、心、違いをしたんだろうかなんていうような、言葉は入るんだけれども、実際やってることは、巫女たちがね、神童たちが、寵愛なさってるね、女と年頃の仲になっちゃう。真面目とは言えないよね、これね。そういう商談なんですよね。これ、クロート読者限定ですよ。裏ちゃんと読まないと、ね、ダメです。そんな、商談が続いておりますね。はい。で、歌です。寝ぬる夜の夢を儚みまどろめば、いや儚にもなりまさるから。寝ぬる夜の夢を儚みまどろめば、いや、儚にもなりまさるかなというね、歌がありますね。この歌はですね、こんな訳です。
あなたと共寝した夜の夢が儚く感じられるので、あなたと共寝した夜の夢が儚く感じられるので、再度その夢を見ようとまどろむと、再度その夢を見ようとまどろむと、夢は一層儚いものになることですよ。夢は一層儚いものになることですよ、という、そういう歌です。と何読みてやりける、と読んでやったんだったと。去る歌の汚げさよ、と続きます。去る歌の汚げさよ。その歌の汚らしさよ。ね。まあそういう歌を読む女好きなところがね、汚らしいと言ってるんでしょう。ね。その歌の汚らしさ、汚らしさよという、この言葉がね、やっぱり聞いてますね。この言葉によって、糸豆に自治をにて、あだなるここをなかりきりっていうのはもう、なんか、嘘で固められたね、不真面目なものとしてね、取れてきますね。心誤りや下り剣というのも、もう本当に嘘の匂いが、プンプンという感じです。ね。はい。まあ、こういうね、女好きな感じ、ね。そういうのが、103段で、まあ、描かれるわけですよね。そういう、まあ、主人公像を103段で読み取ることができます。でね、やっぱり言ったように、こう、103段があるおかげで、102段、あれ、ナンパだったんだなっていうね、ことが分かってくると思うんですよね。そんなところかな。はい。ね、この歌。まあ、根っからの女好きの匂いがする歌というふうに考えていいんじゃないでしょうかね。はい。歌の後に、まあ、言われている通り、汚らしいというわけですね。まあ、こんなところですね。はい。まあ、真面目だったらね、本当に、真面目だったら手出しませんからね、心得違いをしたんだろうかなんてあるけれども、これもまた、嘘だというふうに見てね。で、102段の、世の中を思い知りたいけれどもね、絡ませていくと、暗号だらけの商談ということが言えるかと思うんですね。はい。では、次行きましょうかね。104段です。昔、異なることなくて、あまになれる人ありけり。昔、異なることなくて、あまになれる人ありけりってありますね。これは、さっき言った通りですよ。異なることなくて、あまになったっていうふうにありますけれども、特別な、ね、理由もなく、ね、格別な理由もなく、あまになったっていうふうに、あまになった人がいたっていうふうにあるんだけども、なことはない。ね。102段の、ね、世の中を思い運じてというのが前置きとしてある、布石としてあるとすれば、これは、ってことになりますね。だから、ここも暗号ということですね。はい。特別の理由もなくて、ね。先ほどの103段のね、糸豆に自治用にて、あだなる心なかりきると同じようにね、嘘だということですね。暗号だということです。額面通りに取らずに、裏を読みましょう。それが、クロート読者のやることです。ね。なくて、あまになれる人、ありきりね。で、形をやつしたれど。まあ、やつすというのはね、ここでは出家して姿を変えることを指しますね。出家して姿をね、甘姿に変えていたが、物や床しかりけん。物や床しかりけん。まあ、見物はしたかったんだろうか。カモの祭り見に、いでたりけるを。カモの祭り見に、いでたりけるをというふうになりますね。ですね、カモの祭りとはね、これ葵祭りとも言いますね。祭り見物に、は、まあ、出かけたかったんですね。出家したんで、そういったものには興味を持たない。という、ふうにはね、割り切れるものではなくて、お祭りを見たかった。出かけた。
で、男、歌、読みてやる。男、歌、読みてやるね。まあ、それをね、見つけて男はですね、歌を読んでやります。どういう歌かというとね、よう海のあまとし人を見るからに、よう海のあまとし人を見るからに、目食わせよとも頼まるるかな。目食わせよとも頼まるるかな。点が、棒点が打ってあるとこね、掛け言葉になってます。あなたを海のあま、この漁民のことですね、とお見受けいたしますので、目食わせよ。目ですね。海藻ですね。目食わせよ。と、期待してしまいますよ。あなたを海の天、漁民とお見受けいたしますので、目食わせよ。と期待してしまいますよ。まあ、表の意味はこういうふうに読んでおきます。一番言いたい、その言いたいことはね、この裏の意味ですね。よう、海、出家した天とお見受けいたしますが、ね、にというね、ところも変えますね。こっちはのでですが、こっちはね、いたしますが、目食わせよ。つまり、目くばせして、と期待してしまいますよ。あまとお見受けいたしますが、目くばせしてと期待してしまいますよ、という。そういうふうに訳します。ね。あまになってるのにね。で、こんな風に続きます。これは、西宮の、物見たまいける車に、各聞こえたりければ、見さして帰りたまいにけりとなん、というですね。そうだな。さっき、五木宮って言うんだから、ここは五木宮って読みましょうかね。これは五木宮の物見たまいける車に、各聞こえたりければ、見さして帰りたまいにけりとなん、ね。というわけです。はい。ですね、訳しますと、これは元西宮が、物見、祭り見物をなさっていた車に、各聞こえたりければ、こう申し上げたもんだから、こう申し上げたもんだから、元西宮がね、見物を途中でやめて帰ってしまわれた時の話なのだそうだ。これは元西宮が祭り見物をなさっていた車に、主人公がこう申し上げたもんだから、元西宮が祭り見物を途中でやめて帰ってしまわれた時の話なんだそうだというわけですね。まあ一言で言えばわざわざ思い出を怪我しているということですよ。ね。わざわざ思い出を怪我している。ね。なんか哀れですよね。69段なんてね、真面目な商談だったのにね、真面目なっていうか、真剣な恋でしたよね。切実さがあった。そういうものに比べるとなんか汚らしいですよね。さっきの103段の最後の猿歌の汚げさよ、じゃない、ないですが、まさにそんな感じがしますね。汚げさ。まあ、主人公像自体もね、すべて、哀れで、汚らしくなってるんですけれども、あともうちょっと言うと、この、語りのね、暗号ですよ。暗号も、ね、違うことをわざわざ言ってるわけだから、これも擦れてるっていうのに繋がりますよね。異なることなくてというところ。なんか擦れた感じします。ね。はい。で、やってることも擦れてる。ね。もちろんやってることも擦れてるという。そういうのが104段でした。まあ、こんな感じで、来ます。そして、次にね、105段になるわけなんですが、105段。昔男、書く手は死ぬべし。昔男、このままでは死んでしまいそう。ね、
このままでは死んでしまいそう。と言いやりたりければ女。昔男がね、このままでは死んでしまいそうというふうに、女に、言って、やったところね。女はですね、女歌を読みますね。白露は、けなば、けななん。まあ、消えるなら消えちゃうってことですよ。けなば、けななん。消えずとって、たまに抜くべく、たまに抜くべき人もあらず。白露は、けなば、けななん。消えずとって、たまに抜くべき人もあらね、あらじよ。ね。ごめんなさい。たまに抜くべき人もあらじよ。ね。どんな訳かと言いますと、白露は消えるならさっさと消えてほしい。白露は消えるならさっさと消えてほしい。たとえ消えないからといって、白露の玉を貫き通して、大事にする人もいないでしょうか。白露の玉を貫き通して大事にする人もいないでしょうか。で、括弧してね、本心。あなたを大事にする人なんていやしないから。勝手に死ねば？あなたを大事にする人なんていないから。いやしないから。勝手に死ねば？というふうに訳しておきます。ね。で、その後もありますね。と言えりければ、糸なめしと思いけれど。と読んだので、ね、女がそんな風に、女がそんな風に読んだもんだから、ね、男はですね、主人公は、糸なめし、とても無礼とは思った、ですよ。思いけれど、思いけれど、志はいや勝りけれ。志は、いや、まさりけ、ね。女への執着心は、より一層増しました、というわけですね。なんかね、この、かくては死ぬべし。これもね、この、かくては死ぬべし。これ、見えすぎた嘘ですよね。かくては死ぬべし。だって死んでなかったじゃないですか。ね。なんかピンピンしてて、さらに執着心増したっていうね。これ、見えすぎた嘘なんですよね。だから女もそれ見破ってたってわけですよ。それと、今までのね、こう、つながりで、こう、擦れた、哀れな、主人公像というのが、ね、やっぱり105段にもね、流入してるはずなので、つなぎ読みでやればね、このカクテは死ぬべし、ね、なんか見えすいた嘘をついてる、ナンパな男、ね、この、ね、見えすぎた嘘だってことは女の態度からもわかるし、それから今までのつながりからもわかるね。かくては死んでし、これもまあ、本当だとね、クロート読者は読まないはず。と言ってやったところ、女はね、非常に無礼な歌を読みましたね。あなたを大事にする人なんて言いやしないから、勝手に死にはいいんだよと。ね、そんな歌を読むわけですね。ね。これね、ちょっと思い出してほしい商談があるんですよね。商談で言うと、これは第3回の6段、です。この第3回の6段のところで、白露を読んだ歌があります。二条の奇跡、次に出てきますが、藤原の高い子がね、その兄たちがね、自分から奪っていく、取り返して、しまうんですけれども、奪われてしまう。ね。非常に苦悩する商談なんですね。第6段というのは。で、その、6段、白露を読む歌がありますが、同じ白露が出てきたにしては、この商談は、本当に、ああいう切実さがないですよね。まあ、読んでるのが、今度はね、男じゃなくて、相手の女になりますけれどもね、非常に、こう、白露という言葉をね、共通指標にして見てみると、落差がある。ね。随分変わったもんだね、って、ね。うん、さっきは、2段思い出してくれって言いましたけどね。今度は6段思い出してください。それから、65段なんかもいいじゃないかなと思います。
第21回で取り上げた65段なんかもいいかなと思いますね。この65段っていうのはね、恋政治のみそぎっていうのがあったんですよ。どうしても恋心が、ね、止まんないから、恋をね、恋心を止めてくれというね、そういう、まあ、おまじないをするんですよね。それが、まあ、65段だったわけなんですけれども、あの65段もね、恋心がまあ増してしまってしょうがないって言うんだけど、あれは切実でしたよね。不真面目さはないですよ。でも105段は不真面目ですよね。格好悪いし。65段っていうのはまあ、商談番号結構ね、言ってますけれども、これはタイムスリップして若返ったところですからね、若い頃の主人公像ですよね。6段。これもちろんね、数字若いですから、前の方です。出だしの頃ですよね。それから駆け出しの頃ですね。で、65段タイムスリップして若返ったところですね。なんか切実さがあったんですよね、主人公にはね。それがね、同じ白露の歌。まあ、読み手は違いますけれども、同じ白露が出てくるけど、なんか、あの頃のね、白露の歌を読んでた主人公像が、今こんな歌をね、読まれて、ね、消えるならさっさと消えちゃえばっていうね、落差ですよ、落差。それから、65段、ね、執着心がもう、増してしまって、どうしようもないっていうね。ああいう切実さはないな。まあ、こっちも、執着心はより一層増したんだけれども、なんか汚らしいですよね。105段。ね。そういった、すれて、哀れなところ、ね。すれて哀れなところを、見てほしいなと思います。ね。105段が、さっきのね、104段。ね、思い出を怪我していた、ね、主人公像を、まあ、補足して、ね、103段、ね、この不真面目さの102段を補足して、ね、こういう感じで読んでみたいと思いますね。はい。最後に106段を取り上げたいと思います。今までね、102、104、を中心にね、103、105がそれを補足するというような形で述べてまいりました。102、104は、元西宮が相手でしたね。で、まあ、この辺ね、すれて哀れな主人公像というふうに考えましたね。まあ、すれて哀れな人生を送っていればですね、精神的な負担、ストレスも溜まるであろうということですね。そんなふうに見てまいりました。で、まあ、こういうのが蓄積してってね、114段に、まあ、流れていくわけですよね。これはまあ次回やります。で、次回ね、この114段の八つ当たり的ストレス発散に流れていくわけなんですが、次のね、106段もやっぱりストレス蓄積と見ていいんじゃないかなと思います。すれて哀れな主人公像というわけではないんですが、こっちの場合はね。やっぱり、こう、なんていうのかな、うまくいかないことには違いないので、まあ、これもストレスを溜め込む商談というふうに考えておきたいと思います。ね、まあ、元西宮、ね、これも伊勢物語の中で重要な、女性ですけれども、二条の妃、ね、今度出てまいります。二条の妃、藤原の高い子もですね、すごく重要ですよね。まあ、元西宮があった。じゃあ次は、二条の妃はどうなんだっていうね、そういう感じですね。まあ、そんな風に、つなげてみたいと思います。で、二条の妃との関係がより難度の高い暗号として伏せられる。ね、102段のところで言いましたけれども、69段のね、話が、伏せられちゃってる。これも一種の暗号だって言いましたけどね。これはね、もっと
それよりも難度の高い暗号だというふうに考えたいと思いますね。クロード読者限定の暗号のような文体という点では、こちらの方がね、難度が高いというふうに考えます。ね。ストレス蓄積は、まあ、同じ。ね。すれて哀れな主人公像というのは、106段では見ないという感じです。そんな風に、進んでいきます。106段ですね。昔男、巫女たちの商用したもところにもう出て、竜田川のほとりにて、とあります。昔男、主人公が、巫女たち、ね、神童たちが、商用したもところ、ね、そぞろ歩きをされているところに、もう出て、ね、伺って、竜田川のほとりにて、これね、もみじの名所として有名ですよね。奈良県ですね。赤いもみじのね、色を、イメージしてください。で、歌ですが、これはもう百人一首にも取られてますんでね、皆さんご存知かと思います。千早ぶる神をも聞かず竜田川、からくれないに水くくるとは。ちはやぶる、神をも聞かず、竜田川、からくれないに水くくるとは。神よの昔にも聞いたことがありません。神よの昔にも聞いたことがありません。ちはやぶるってのはね、神にかかるね、枕言葉ですね。神よの昔にも聞いたことがありません。竜田川の水をからくれない色にくくり染めにするなんてこと。竜田川の水をくれない色にくくり染めにするなんてことはというね、そういう歌ですね。くくり染め、絞り染めのことです。まあ、そんなのは聞いたことないよっていうね、そんな内容ですが、この歌はですね、まあ、この歌と、それからその歌の前のね、説明。どこに二条の妃がいるんだってことなんですが、これ実はですね、古今集の言葉書きによるとね、こんな風にあるんです。これ私のですね、伊勢物語総本論というね、専門書から、引いてきました。古今集294の言葉書き。まあ、正確に言いますとね、これは293の言葉書きが294に続いているということなんですが、言葉書きでは、二条の妃の前で読んだ屏風歌ということになっている、ね。で、こんな風に書いてあります。二条の妃の東宮の宮住所と申し切るときに、屏風に、竜田川に紅葉流れたる方を駆けりけるを題にて読める。とあるんですね。古今集言葉書きが真実を伝えているのだろうし、それは周知のものだったはずだ。まあみんな知ってたはずなんですよね。古今集の言葉書き、でね、皆さんこれ、知ってたと思うんですね。当時の読者はね。ではなぜ二条の妃と関連づける魅力がありながら、伊勢物語では、ね、今読んだようになっているんだろう。考えてみたら不思議ですよね。二条の妃とね、関連づける、そういう、魅力があるんですよね。新潮の日本古典修正なんかは、二条の妃にストーリーを結びつける魅力をなぜ捨てたのであろうかなんて書いてます。まあ、それはわかりませんけども、政治の問題については私は言わないんですけれども、今、こういう風になっているのをどう読むかっていうことでね、一つ、アイデアがあります。それはですね、今までずっとやってきたように、暗号と読むことなんですね。これの続きですね、今読んだのが234ページでしたので、235ページにこんな風に書いてあります。おそらくここも暗号なのではないか。おそらくここも暗号なのではないか。わざと言わずに裏を読ませると読む。ね、わざと言わずに裏を読ませると読む。西宮との決着はついた。ならば二条の妃はどうか。まだ未練はあるのだろう。からくれないは二条の妃に対して燃え続ける思いの色。竜田川商用に際し、
かつて二条の妃の前でよ、二条の妃の前で読んだ屏風歌を、まあ、それね、屏風歌というね、歌の読み方があったんです。を反芻していると読んでみたい。先ほどの102段では69段におけるかつての密通事件が伏せられた。それと動詞の表現方法とみたい。まあ、暗号ってことですね。暗号の多い箇所だからこそ、こうした読みも可能になってくる。ね、これ大事なところです。暗号の多い箇所だからこそ、こうした読みも可能になってくる。古今集成平歌唱団。ね、古今集に、まあ、成平の歌として載っているね、そういう歌からできた唱団。だから、ある、唱団ではあろうがね。まあ、古今集にあるものをね、無視するわけにはいかないので、飛び込んだんであろうがということですね。こうして、ここに、こうした形であると、深読みの対象となり得て、興味深いと、ね。まあ、私が言ったような読みで、そういうつもりで読んだかどうかはわかりませんよ。そういう性質の問題のことは言っておりませんし、それから私はね、今やってるつなぎ読みとはまた別のね、つなぎ読みをやる予定でいますね。第一つなぎ読みを今やってるわけですが、第二つなぎ読みとかね、第三つなぎ読みなんかを私はやるつもりでいます。そこではどうなるかわかりません。そういったね、つなぎ読みが一通りはないということはですね、前段動画講義の、第8回ですね。第8回とか、それから第13回ね。8回、13回なんかをご覧いただければと思いますが、第2、第3つなぎ読みのところではね、またどんなことを言うかわかりません。ね、どういうふうに成立したかということを言ってるんじゃないんです。ここにあるものをどうやって読めるか。これ暗号として読んだら面白いんじゃないかなというですね。特にというか、まあ、さっきのね、102、103、104、105なんていうところのね、そういう、暗号というふうにね、嘘あるいは暗号いろいろなんていうふうに私言ってましたけれども、こういうののね、続きというふうに考えると、とてもいいんじゃないかなというですね。はい、106段。二条の妃と関連づける魅力がありながら、そうなってはいない。これは、玄人読者なら、古今集言葉書きを思い浮かべ、ね、関連づけるかもしれない、ね、うん。それを暗号と読むんですね。二条の妃と関連づける。そして、それはね、これは竜田川昭雄に際し、かつて二条の妃の前で読んだね、屏風歌、ピンク色のところですね、を反芻しているというふうにね、読ませようとしているんじゃないか。これを暗号にしてね、わざと言わないんじゃないかなっていうふうに、読んでみたいと思いますね。はい。そうやっていくと、まあ、これ難度高いですね。この、暗号としてはね、さっきよりも難しいじゃないですか。で、こういうふうにね、難度が難しくなっていくってことは、実はね、76段と、81段の関係、これは81段の時にお見せしたものなんですけど、こことこ見てくださいね。前々回、これはつまり第26回のね、76段のことです。心にも悲しとや思いけんのような親切なヒントはなくなり、本心を隠す仮面性が徹底。本心を隠す仮面性が徹底。第28回の、第28回の81段になると、本心を隠す仮面性が徹底するんだと。26回の76段の時よりも、ね、さらにね、その仮面性が徹底するんだ、ね。76段の時には、親切なヒントがあったんだけども、それがない、ね。心を隠す仮面性が徹底してるんだ、ね。76より81の方が難しくなっているということを言ったことがあります。ここもね、先ほどの、諸唱段よりも、この最後のね、106段の方が
難度の高い暗号というふうにね、読みたいなと思いますね。76と81の関係のようにね、本心が読み取りねづらい、81段、76段より読み取るのが難しい、いやね、81段と同じようにこの106段もね、いやさっきのところよりも難しくなってるよというふうに、読んでみたらどうかなというふうに思いますね。こういうふうにね、積極的に深読みを仕掛けていけるってところが面白いですよね。ちなみに二条の妃ね、藤原の講師高井子ね、こういうケースですね。はい、藤原氏のね、この星印をつけてるんですね。藤原氏の権力者ですね。で、天皇とね、結婚して、次の天皇を持っている。藤原氏にとっては、勢力をね、盤石とするためのね、大切な持ち駒ですね。まあ、こんな人に手出すんですからね、主人公も本当にすごい人だなと思いますが、伊勢物語の中でもね、本当に、印象に残る女性です。先ほど私、第6弾とか65弾の話をしました。今は76弾の話をしましたね。76弾、65弾、6弾。まあ他にもあるんですけれども、その俺も二条の妃がね、出てくる章段ですよね。はい。それから、そうですね、古今書の言葉書きによると、東宮の宮園頃と申し切るときなんていうのがありましたけども、これはですね、76段のところもね、そんな風な書き方だったんじゃないかな。ですね、はい、まだ東宮の宮園頃と申し切るとき。ね、手っ取り早く言ってしまえば、まあ、皇太子の母ということですね。皇太子を生んだ、もう、身分がね、ビシッと決まってしまった人なんですよね。宮園所というのは、多くの場合ね、王子、皇女を生んだ女房、皇位を言いますね。東宮、東宮とは皇太子です。東宮の宮園所、ね。76段と、まあ同じですね。東宮の宮園所というところね。そういう時に、屏風に竜田川に、もみじがね、流れている、いるのがね、あるのを題にして、読んだと。ね。流れている絵を描いてあってね、それを題に読んだというわけですね。そんな説明書きを、まあ、伊勢物語には書いてないけど、思い出さなきゃいけないよっていうことなんですね。そういうね、すごく難度の高い暗号というふうに読んでみてはどうかなと思います。そしてですね、私言いましたように、まだ未練はあるんだろうね。からくれないは二条の妃に対して燃え続ける思いの色というふうに言いました。まだね、未練はあるんですよ。でもうまくいかない。76段なんか、まさにそうでしたよね。東宮の宮住所に対してね、どうなる、何ができるものでもない。ね。悲しいと思ってたわけですよ。ね。76段ね。で、この106段。ではね、どうかっていうと、まあ、思い出しているんじゃないのかな。屏風歌を読んだ時のね、ことをですね、竜田川昭陽に際して思い出して、ここで読んでいるなんていうね、ここまで暗号というふうに、取る。ね、そういう読みをしてみたいと思います。
そして、まあ、うまくいかないことなので、ね、二条の妃との恋というのはうまくいかないこと。そして、まあ、苦い思い出でもある。ね。なので、これもストレスを溜める、精神的な負担を溜めるですね、一因になるんだと。でそれが、まあ、やがて114段にまで行って、ストレス発散、八つ当たり的にはストレス発散をしようとして、まあ、それが、ね、うまくいかずに、まあ、バカなことをやってしまって、絶妙なバランス感覚をなくしてたんでね、帝を凝らしてしまって、で、さらにボロボロになるという、そういう114段に流れていくというわけなんですね。まあ、そんなところです。ちなみにですね、第34回の95段というのがあります。34回で取り上げた95段というところではね、どんな風になったかというと、主人公がですね、二条の妃に仕えている、女房にね、求愛するんですよね。二条の妃という本命は諦めて、そこに仕えているね、女房に一生懸命こう、求愛するというね、うん。本命は諦めて滑り止めに妥協すると言ったらいいのかな。そんな風になってましたけれども、まあそうは言ってもね、思い出すことはあるわけで、二条の妃をね、思い出すことはあるわけで、もう本当に暗号でわかんないんだけれども、ここでもね、ストレスは、溜まってるんじゃないのかな、ね、苦い思い出、そしてうまくいかない相手ということでね、まあ、そんな風にね、ふと、こういう時に、たさが小用の時に、二条の奇跡のことをね、思い出して、ストレス溜めたというふうに考えておきましょう。106段は以上です。まあ、こんな感じでね、今日は、見てまいりました。ね。はい。なかなか難しいところでしたけれどもね。はい。ここね。よろしいでしょうか。こんなことをね、今日見てまいりました。次回はね、107から113段を取り上げたいと思います。ありがとうございました。